皆さん、来ましたよ。集まれ動物の森、夏の大型アップデート、まあ、無料のアップデートの第1弾の配信が7月3日に決まりましたよ。ちょうど先ほどですね、今この動画を回しているちょうど数分前に、集まれ動物の森公式ツイッターの方でですね、紹介映像がアップロードされたので、ちょっと皆さんとご一緒に見ながら、見ていこうかな。ちょ、ごめんなさい、興奮しすぎてもうわけわかんないんですけど、ちょっとまず見ていきましょう。あ、カチンってやつ。はい、来ました。7月3日配信ということで、あ、シャシャマルかわいい。まずこれ海開き、ありがとう。海水浴ありがとう。懐かしい。いや、そりゃそうだよ。飛び盛りでさ、これ追加されていきなり次のもうねやつでなくすわけないもの。ということで、新しく海の中でこう素潜りで集められるヒトイソギンチャク、チンアナゴ、もう他にもなんかこうダイオグソクムシとか、そういうキャラクター、タコとかですね。いや、来ましたね。あ、ホタテな。はあ、ラコスケ愛してる。おじさん愛してる。おじさんラッコ登場。結構昔からいるキャラクターですね。ホタテが大好きで、ホタテと何か特別なアイテムを交換してくれることとおなじみなんですけど、なるほど、今作は DIY か。ありがとう。マーメイドシリーズ来た。これみんな、世界中のプリンセスが喜んでる今。あ、なにこれ、ジョニーだ。え、新衣装だ。新しい出会いではないな。これ離島か、違うな。え、離島か、どういうこと。ジョニーの新衣装ってこと。そして、はい、来ました。ありがとうございます。8月上旬に配信決定。しかも待って、今見た、みんな今見た、背景見た、花火大会やん絶対。任天堂様ありがとうございます。ということで、ごめんなさい、かなり興奮冷めやらぬ状態で実況してしまいました。こっからはちょっとスクリーンショットをみんなと見ながら、なんとなく情報整理していきましょうか。はい、というわけで、まずこちらですね。ダイビングですね。これは海の中に潜って、海の中のその生物たち、海ぶどうとか、貝、ホタテとか、さっき言ったようにでしょ、とか多分サザエとかもあんだと思うんだけど、そういうのをこう集めれるっていう、飛び出せ動物の森っていう前作、3DS の前作から追加された、コンテンツだったんですけど、まあ今回ね、前作で追加されて今作ないわけなくねと思ってたんだけど、あったわけ。そりゃそうなわけ。そりゃそうなのよ。で、このダイビングスーツね、このウェットスーツみたいなやつが何色かあって可愛いから、これもぜひ皆さんコンプしてほしいなと思います。はい、で次こちら。ということでね、海の生物追加ですね、それに伴って。来たー、来ちゃー、待ってた。いや、来ると思ってたよ。だからこれから虫とか魚の、だからこれで魚の追加があるって分かったから、虫だって追加されるし、ワンチャン化石だって美術品だってこれから増えていくと思うのよ。いや、でもってことは博物館さらなる増築からのカフェマスター、喫茶鳩のスポンポンポンも可能性あり得るわけですから、皆さん。いや、俺の大好きなマスターが帰ってくるかもしれない。いやー、これ嬉しい。で、ラコスケね。ラコスケ。確かね、初めて出たのはね、追い出せじゃねえ、もう。おいでよと飛び出せが合わさって追い出せになりかけたけど、おいでよ動物森あたりからなんだけど、ラコスケはもともとホタテをあげると何をくれたかっていうと、海賊系のシリーズとかなの。大砲とか樽とか。なんだけど、今作ではマーメイドシリーズ。この貝殻とかを使ったマーメイドシリーズ。これはもう、世の女の子、もちろん男の子もだけどさ、大興奮でしょ、これ。最高だね。任天堂さん、マジ神。本当に一生ついてく。はい。で、今回の映像の最後、これ、ジョニーですね。新衣装っぽい。さっき離島かなって言ったけど、ちゃんと映像見てたら全然離島じゃなかったんだけど、これは、どうなんだろう。今まで多分なかったよね。ジョニーって結構衣装が、そのなんか、どれが正解なんっていうのが結構言われがちなんだけど、ずっと通して、船乗りの衣装なんです。青い。ただ、おいでよと、おいでよと町盛りか。俺町盛りやってないんだけど、おいでよと町盛り。だから DS と Wii の時は、UFO に乗ってた宇宙人みたいなキャラになってたのに、一時期。だけど今作では戻ってたのよ。まあ、前作ぐらいから戻ってたのか、飛び出せから。だけど今作でこれ新しい一面。しかもなんか格好的に海賊っぽいよね。だからこれなんか海賊イベントみたいなのもあるのかな。
もしかしたらラコスケの海賊シリーズが今回なくなってるから、その分なんか海賊っぽい DIY レシピとか、なんかそれこそ大砲とかみたいなアイテムとかくれるのかな。今までジョニーはその海外系のアイテム、外国にちなんだアイテム、まあ日本の和風のもあったけど、そのいろんな国の風習のアイテムとかを持ってきてくれたから、そのアイテムが追加されるんじゃないかな、とか、もしくはなんか新しい場所に連れてってくれる、あの何、竜宮城に連れてく亀みたいな感じでさ、の可能性もあるし、海賊船とか、いや考えすぎか、ただ潜れるようになったタイミングでだから沈没船とかもありえるよね。まあちょっとそれは考えすぎか、ちょっと突飛な感じだけど、でもその可能性もなきにしもあるじゃないですか。任天堂さん何やってきてもおかしくないですから。で今回のアップデート7月3日ということなんですけれども、あの今まで結構イースターエッグ的なさ、なんか隠された要素とかあったじゃないですか。あの宇宙人が3時33分に出るとか、ああいうのも実はこういうアップデートで密かに追加されたりするんじゃないかとか俺ね思ってるから、まあ、いきなり今回追加はないと思うんだけど、なんかそういうのもちょっと目を凝らしたいなと思っております。ということで、ちょっと興奮冷めやらぬ感じで動画いっぱい回してしまいましたけれども、いかがでしたでしょうか。で最後にこれですよ、夏の無料アップデート第2弾が8月上旬今回のが第1弾ということで、7月の上旬、まあ、7月の3日に配信されるということなんですけれども、その1ヶ月後にもう、背景に花火は、もうこれ花火大会が来るじゃない。めっちゃ楽しみ。ってことは手持ち花火も来るよみんな。俺さ、自分の砂浜にね、自分の島の砂浜に、あの花火のなんか代わりにクラッカーを置いたんだけどさ、ついに手持ち花火って本物が置けるよ。今作は前作みたいに袋のままじゃなくて飾るっていう選択肢で、あのクラッカーとか高飛び棒とかがそのまま置けるから、でも花火とか手持ちのやつとか手に入ったらそのまま置けるパターンも出ると思うので、絶対。あとあの花火のさ、市販の袋みたいなやつのアイテムとか小物とかで出そうじゃない。もう最高、本当に楽しみ。ということで、今回皆さんと一緒に、アップデート情報を見てみました。いかがでしたでしょうか。ぜひともね、説明欄には動物の森の公式ツイッター貼っておくので、ツイッターやってる方はね、ぜひともフォローするのも必須だと思います。よろしくお願いします。皆さん一緒に、楽しみましょう。夏を楽しみましょう。ということで、面白ければチャンネル登録、コメント、高評価、ツイッター、インスタグラムのフォローお願いいたします。またお会いしましょう。バイバイ。